皆さんこんばんは、マキオです。先ほど病院行きました。泌尿機械行って、再尿を、本当に数年ぶりにしたんですよね。もう学生以来ですよ、再尿なんて。コップ置いときますんで、そちらで再尿してください。終わったらこちらにこのトレーに置いてください。わかりました、再尿しました。その時点では全然ね、血尿も出てないし、普通におしっこして、待ったのかな、10分ぐらい待ったのかな。診察室来てください、宮城さん。わかりました、行きます。で、その医者の方もおじさんでさ、宮城さん聞いてくださいって言って、数値が出ましたって言われて、順に行きますねって言われて、わかりました、覚悟します、僕は。言われたのが、一番大事なのって数値的には白血球が多いか多くないかだから、白血球の数値マイナスですって言われたの。マイナスって何ですか先生、僕言われても分かりません。石ではないと。はい、白血球の数値が多ければ1とか2になっちゃうと、これは石の可能性があります。宮崎さん、全然石じゃないです。ありがとうございます、先生、本当にありがとうございます。じゃあ僕のこの症状は何なんですかって聞いたの。本当に申し訳ないんですけど、多分今日知りたいですよねって言われたのね、その病状。いや、それは先生もちろんですよ。どういうことですか先生って言ったら、簡単な検査はできました、今日は。今のところ宮城さん、そういう重い病気ではないです。ただちょっと炎症起きちゃってるかもねみたいな。え、どういうことですか、1週間後また来てくださいって。そう、だからこの1週間俺は生殺しなんだよね。いや、そうで、とりあえず良かったの、本当にごめんだけど、本当とりあえず良かった。期待した人とか、本当に申し訳ない。でも本当に何が一番怖いって、その後ね、こう言われたの。白血球の数は異常ないんですよ、マイナスなんで。カイコに白、なんかタンパクかな、あれタンパク、ちょっと数値おかしいっすねって。タンパクってなんすか。いや、これなんか腎臓とか異常があると出るんですよ。いや先生、ちょっと冗談すぎます、先生やめてください、僕も安心してるんですから。そしたら先生こう言ったよ、なんか昨日なんか性行為しました。俺はこう言ったよ、すいません、俺昨日マジで心配でいろんな病状調べてたら、本当になんか分かんないけどムラムラしてしこりました。俺先生にしこったのバレたよ。俺先生にしこったのバレたんだ。奥に看護師さんもいたよ。奥に先生いたよ。俺最悪の28歳だぜ。俺学生だよな、そういうのあるのな、よく。ああ、君しこったよねとか言われるやん。俺言われたんだ、男子高校の時も。俺十数年ぶりにしこったねって言われて。俺最悪、もうなんか笑えなかった、もう本当にすっごい恥ずかしかった。でもそういう腎臓もワンチャン悪い可能性があるんで、まだ楽観視しないでくださいって言われて、一旦この1週間、だから俺9月30日まだ病院行くから、それでもうはっきりとした病気分かります。宮城さん、まだ楽観視しないでください、これからですよと言われて、分かんないよ、まだ楽観視できないけど、一旦その石とかでもなさそうだし。で俺さ、その待つ時間さ、今日俺ビビったの、今日あげたじゃない動画、金玉動画。何がおもろいって、俺クリップ鑑賞会とかも今日もやるんだけど、やってるじゃない、あれって再生回数そりゃいくじゃない。過去歴代1位なのよ、伸びが。俺の金玉が、俺の金玉一番再生回数いいんだよ、伸びが。すごくない？いや、金玉で稼げる時代になったのかもしれない。でさ、みんなコメントくれるわけ、俺読むわ。じゃあ全身麻酔すると尿道に一応無意識のうちに放尿する現象があるので相関します。はい、なぜ知ってるかって、
過去に手術で全身麻酔をし目覚めていると尿管に管がつながれていました。抜くときバカほど痛かったです。多分麻酔ないと入れるときはほほど痛いと思います。こんなのばっかなのよ。裸足で病院から逃げ出そうとしたぐらいヤバかったやつもいてさ。実は私も土曜日泌尿器科行ったんですけど、実は医師です。私は医師でした。いやちょっとみんなマジさ。いやでもあったのコメントにも、俺と同じやつがこの排尿時にその痛みが数年何回か来るやつがいたの。もう俺が確認するだけで 4人ぐらいいたよ。もうそいつもら病院行こう。本当にまだ間に合う。で俺もまだドキドキしてるよ。怖いよ来週病院行くの。早期発見だよ。こうやって石めちゃめちゃ患ってる人いっぱいいんだから。行きまーす。スターティン。でいくら欲しいって言われたんだけど、うん、まあ私から提示することじゃないなってなったから、うん、まあ、バンダンマさんのお気持ちでって言ったら5000万もらったから。5000万もらったの？うん、5億じゃなくて。そうだよ。5000万舐めてんの？舐めてるね。5000万でごめんなさい。怖い。そんなのったんだ。それが向こうの謝罪なんだ。謝罪の気持ち？謝罪の気持ち。桁間違ってる。ごめん、桁間違ってるかもしれない。ちょ、間違ってる。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 100000万、10万、100万、それ5000万だ。いや、これでも、なんか俺は X でさ、流れ見ちゃったからだけど、もう本当に両者とも、両陣営ともいい RP してたと思うぜ。めちゃめちゃ良かったよ。個人はやっぱりその組織ではなく子っていうね、そもそもがっていうので、バンさんもなんかめちゃめちゃ、俺口プって口プじゃねえ、その一部指示見れてないけど、そこら辺もちょっと見たいな。俺まだ見れてないから。パティ火力高いなマジで。めちゃめちゃもろいやんこれは。会議中めっちゃ電話鳴ってたもんな、ボスも。だだだだだだだ。石川さんからだったのかな。確かに悪いこれいいって言ってたもんね。いや怒ってましたよ。あんな生まるうちのボスは。いや本当に。会期のあのレース中に引いたやつとかもあんな感じに近かったけど。怒るとああいう感じになるんだ。いやあれだ、あのめちゃめちゃ怒ってるけど、そこまで大ごとにしないときはあんな感じで来てくれる。分かってるやん、分かってるやん。低あのボスに近い感じになる、低くて、うん、テンションが低い、悪いこれって言ってたらちょっとホッとする。分かってるね、さすが。まださすがやん。なるほど、なるほど、勉強になります。いやでもね、今日すごいびっくりすることが一個起こったんですよ。それは気になるけど尺足りない。まあ、でも個人のやつもちょっと見たいね。うん。まあ多分動画化されると思うけど、あのバンさんとかね、モズ勢の。久々見た。何クズシロ君のところに一緒行こうか。何お前斧持ってる。おうのさ、赤ちゃん。おうのさ、あのバイクを倒したから。はい、どうぞこれ。あれ、マックス持って倒すのね。あ、どうぞ。おう、バイクが危ないな。うるせえよおい、久々だな。めちゃめちゃうるせえな。死ぬ死ぬ死ぬ、絶対死ぬでしょこれ。うるせえ、うるせえな本当に。あーおもろい。見えてたやろさっき練習。てかライト君ブーシャル来なかったの？なんで？なんか言ってた？待って待って、そういうこと？うん、死者が出るよ。テリさん、車椅子になっちゃうよ。うちの助手席の人が死んだ。バカあいつ。見えてたやろさっきね。すごいいい感じにピヨンってなってたね。かわいい。はい、結構溜まってるね。どうだね。おいマイクルだ。
いやマイクラは一旦いいかな、なんか誰かやんないかなって期待してんだよマイクラ。一応ストグラクリップでお願いします。釈迦さんとかやってほしいんだよな俺的には。危ないほらね。一気できてない。もう画面の揺れで分かる。めちゃめちゃ笑ってる。どこ行った。笑いすぎだろ。呼吸できてない。どこ行ったの。クソほど笑ってるやん。ほんとクリップモンスターだな。確かにもう見えんぞ。死ぬ。空の彼方に飛んでた。分かったでしょ。これ見てわかるよね。これ見とけばみんなわかんだよな。IQ200 だってことが。わからんかな。お疲れ様です。すいませんでした。いや、いいよ。よくねえ。めえよ。おこれ怖い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 。てめえ内部情報ペラ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 。はい、すみません。怒られてやんの鍵。おこれ鍵。はい、しょんない。もろ終わっとんかお前。はい、うん、はいじゃねえだろ。ちょっと優しめだねこれ。側近みたいな顔してよ。結構いいよ俺待っとんのは。いいよ。うんうん、はい。大事なことできなかったらどうすんだ。そんなのお前常識、ギャング界の常識だろう。申し訳ないです。警察でもそんなの当たり前の話じゃないのか。間違いないね。はい、うん、なんだお前組織の情報ペラリアって殺すぞ。次やったらクビな。あ、1時間経ってたんだ。わかりました。やばいよ、会見続きダイヤモンクビになっちゃうって。でもね、思うんだ、あのこうやって個人 VS モズの問題起きたでしょ。俺すげえなと思うよ。そのやっぱりストーリー製造機だよねモズって。かなりちょっと羨ましいけどね。うん、頑張んなきゃなと思う、ね、思うもん。ちょっと待っ、あの繋いどいて、ちょっと待って。繋いどいて待ってて。繋いでおいてってことは隣に座ってもいいってこと。バケモンです。似合うね。おお、似合いじゃん、お似合いじゃん。いいじゃん、いいじゃん。お互い白いんだな、こう見ると。お互い真っ白だね。ちょっと溶かした。好きほどやりすぎだろ。えー、いや、何しとんねん。ちょっと待って。はい、もしもし。あ、もしもし、お疲れさ。すごいよな、ギャンボスだぜ。最古の、しかも怖いボスだぜ。寝やがったぞ膝の上で。うん、うん、ちょっとね、これも計算通りアインシュタインを超えるズドンの持ち主だって。巨大マサさんいないのか。気になりますね。タイトルをもらうのずるいよな。気に入った。まあ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 、届かまあ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 、あそこまで届かない。まあ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 、ボタンが押せない。ボタンが押せない。ボタンが押せない。こいつすごいな。すごいわ。うん、モンスターニゴベーションやこれは。これはすごいよ。うん、もうすごい増殖してる。これすごい。ギガさん、やっぱり豆やんさんだな。豆やんさん、これめちゃくちゃ豆やんさんだな。メガバイトいるぞ。私メガバイトと言いますけど、容量はないですよ。ないね、メガバイトは。私の格好で容量ないとか言うなよ。一本メガバイトですから。自虐やめたらいいのか。
いね、ずるいな。おもろ。メガバイトですかね。あ、1周年ね。はいはいはい、おめでとうございます。本当に最近多いね、あの1周年迎えてる。10人本当に頑張ってきたもんね。うん、ちょっとたくさん頑張って、ちょっと疲れちゃったかも。疲れちゃったか。もう、うん、しんどいね。もっとね、うん、甘えていいからね、うん、辛いことあったらね。これから毎日甘えに来るね。うん、いいよ。うん、ありがとう。よかった。うん、バブー。そっか、あ、うん、赤ちゃんになっちゃったんだ。赤ちゃんなっちゃったブまた来るブー。それは違くない。また来るブーは全然バブれてないけど。バブれてなくなるんですよ。豚じゃんだろ。もうなんかプライド死んでるやん。ねえだろ、ねえだろプライドなんて。でなんかモズ抜けて心配したけど超楽しそうでよかったわ。うん、よかったよかった。すごい、うん、万人の舞台とかに立ったことがあるみたいなのを言ってたりして、本当になんかすごいレジェンドみたいな伝説を持ってる人がいっぱいいるんだなっていうのは。いや、それ嘘やね。この町に海賊、自称海賊の男がいるんだけど、なんか話を聞く限りなんか時代がおかしいっていう、時代背景が。そうなんですか。そうだぞ。なんか黒ひげと戦ってたとか言ったりとか。そう、なんか前いろんな時代の海賊とか、1400年ぐらいから1800年ぐらいにかけて400年間ぐらいの海賊と戦っててな。あ、そう。でもなんか麦わらの人と麦わらの人、麦わらの人といとこだって聞きました。ああ、適当言ってんね。あのワンピースの麦わらと、あ、そうそうそう、ワンピースの麦わらさんといとこだから、あの炎の人ともいとこだっつって。別にそこは、まあ、この町はみんなで適当なこと言うからね。タイラちゃん信じちゃダメだよ、この人のことも。おーおーおーおおい、うんまに。ショボさんによ、アルピハンされました。1週間版お願いします。ふーちゃんが一番あれだな、まともなこと言ったの。はい、うんうん、でも楽しくなっちゃう。そういう人間たちが無線でそれに対してリアクションをしてるのは事実だ。昨日のやつか。いけいけ55というような号令をかけた人間はいない。なぜそういう号令がかかったか、そのイケイケ55。それはそのような雰囲気に捉えられるような発言があったっていうふうに言いました。ちょっと待って。イケイケ55っていう言い方したのは確かに私なんですけど、イケイケ55とは言われてないんですけど、捉えられるようなっていうめっちゃ大丈夫。突然イケイケ55。だいぶちょっとはまっちゃったのかな。イケイケ55って言われたんで、はい。うちのこう、うん、治療がその時の内容を初期していて、はいはい、私にそういうふうな報告をする際に、はいはい、イケイケゴーゴーとは、いやいやいや大丈夫だ、めっちゃ笑ってる、おかしくない。この子も結構ミュートして笑うよね。クリップ鑑賞会で分かったけど、すごいな、まあ、この歌でウエスカーバチゲーだから。おもろ、おもろいよな。うわ、うわ、スケベスケベコン、スケベいいよ、いいよ、いいよいいよ、すごくスケベスケベだよ。ストライプ、うん、そう、いや、でもそのストライプちゃうねんな。そう。何を見せられたんだ今俺この20秒間。なんでこいつのスケベを 見ないといけないんだ。やめてくれ。お、これかこれか、昨日言ったやつ。いい曲ですね。そうですか。川上さん久々よな。ありがとうございます。嬉しいよね。もう一曲お願いしていいですか。でも弾けるんだよね。うまいじゃん。
これ難しいからね、マウスでやってんの。上手。お、うまっ。エイム良いな、やっぱり。うまっ。すごい、ちゃんと鍵盤で弾いてるみたい。そこもいけんだ。うまくね、ここまでいけんの。あ、音だけ弾いてんだ。なんか相対音感持ってんのかね、ごっちゃんワンちゃん。すごいな、ちゃんとすごいけどな。レオです。ムツキレオです。え、細かすぎる、細かすぎるやつ出てほしいな。めちゃめちゃブレーキ音じゃん。喉痛めるよ、そんなことしてると。歌を歌う人はそんなね、ダメよ、きついきついことしちゃう。ふう、やばいな、カレンスズメクリップが溜まってるぞ。これ残ったのかな。すごい歪んでるね、ほら。こんな歪み方あるよ。痛い。痛い。3回転したぞ。痛い。すごいね、絶妙なんだよね、当て感も、うん、ねえ、出血した。毎回引かれるでしょ、見てるよね、あのすずねちゃんとか俺とかさ、配信見てる人分かってくれよ。もうこれで天然とか言ってるやつはもうにわかなんだよ。俺が一番見てんだから、このスズネクリップを。お、天然とか言うなよ。なめんなよ。プロなんだよ俺たちは。結構本気だよ。では行きますよ。はい。何これ。はい。ワン、ツー、お、クソ強そうだ。一瞬やな。一瞬だったな。強いよ。一瞬やな。強すぎだろ。まだ早かったみたいだな。トッピオはうまいからな、ほんとに。お前強すぎだろ。まあ俺よりはあれだけど、俺はちゃんと多分いい勝負だったの。カナちゃんと俺は。いや、絶対これプッシュンだったもん。これ対戦カードちゃんと考えないと絶対危ない、絶対危ない。なんかやったのかな、多分レーダーがいなくなるときに。お、ローズクリップ久々の。バイクね、バイクで、うわぁ、やばい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 。なにこれ、真っ暗だ、アビスだ。今までありがとう。え、やばい、これ長すぎない、どこまで行くのこれ。え、すごいすごい、え、怖っ、なにこれ、なになになに、ブラックホール見えるんだけど、なに、どこ、え、ほら音も怖い。え、これ大丈夫そう？なにこれ？いや、武装して出るね。怖っ。いくよ。うん。武装して、出るよ。降りるよ、ロス。降りる、降りる、せーの。バーバイ、バイクね。バイ。すごいな、まだ出てくんだな、新しい歪み。怖かった今。音も怖かったし、相まって。めっちゃ怖かったな。ラルタル VS オールインヘリ、うー、怖っ。怖いね、こんなギャーギャー来たら。うー、怖いよ、危ないよ、危ないよ、避けて、来るよ、落とするよ、頑張れ、来るよ。自分も3台ぐらい来た。あー、でも真上張り付いてるの、やっぱさすがオールインだな、うまいな。嫌なんだよね、こういう時下にずっと真上にいられると。めっちゃ遠い、うおー、うまっ、来るよ、めっちゃ耐えてるよ。すごい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 、ゾーン入ってるか、これ。私動けるけど、船着き場に来てほしいっす。誰誰頑張れ、結構。
さすがにか、さすがにか。いや、よう頑張ったけどね。今ヘリ4台ぐらいおったでしょ。すごいね。うん、この子もね、なかなかヘリ除けに関してはまあまあできてる方だね。うん、まあ、もっと言うことあるけどね、海賊からしたらまだまだできる。そのそれを聞いてどう思うの、ここはやってんなって。いや、リリリリリリリってじゃん。ノリミの男性群はみんなこうなのかなっては思ってますね。あ、それは違うよ。それは違いますよ。違いますか。違う違う、うんうんうん、本当ですか。でもケツンさんとか、うん、ケツンもなの。ケツンさんは女性に弱いなって。まあまあそうだな。ケツンはでも誰にでも優しいから。うん、優しかったです。うん、またまだまともの方やろ。なんかあったの。私のカップ数聞いて連絡先を聞いてきました。やってんな。一番やってるやん。いや、なんかじゃない。どういう流れでケツン。俺信じてたのに。それは私の口からは言えないです。普通にセクハラじゃないの。ショボさん、セクハラがひどいね。ノーリミはやばいよ。そうですね、野放しにしちゃダメだよこれ。ダメだよこれ。おい、セクハラだよ。ダメだよ。あー、カップスは何のことかわからないね。人見知りは治ったかよ。何のことかわからないね。ビク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 してたのは治ったから。これ、RPL のことやってるから。何のことだか。それ直さねえとまずいんじゃないかに。本当にビックついたからな。でも、私は今何の味もわかんないんだ。何？他あとどなたが来ますか。わしは今何の匂いも感じない。お互いコロってます。なんだとは。なんだやろってのが。こいつ掘るんだこれは。わしもそう思ってる。いや、なんか嬉しいな。あいつが全然治んねえんだよ。なんだあの人見知りが止まらねえよ。知り直せ。ちょけれてるの嬉しいな。人見知り直せ。いつまでそうしてるつもりだ。パンダーマもったいねえだろ。もったいねえって言われてます。話しかけれねえんだよ。いや、あのね、久々見たガチの人見知りを。本当に西野本当にすごかった。多分未だに目合わせてくれないからね、話すとき目を見てくれない。あっ、あっ、なーかー。ちょっと待って、お前いたの。待って待って、お前いたの。ここ海賊いますやん、ここに。見れる。ちょっと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 ちょ、ガチで言ってる。お前いたの。ちょっと待って。わっ、なーかー。ここやられちゃったんだけどね、お互い沼エイムして。お互いガチ沼かましてさ。おめちゃめちゃお前無視されて。ざまみろ、ガチざまみろ。いいとこ来たな。この前にでも海賊2人殺してるからね。あ、ちょっと今のダサいシーンだったけど。お、なんだこれ。ケツンさんにしか言えない秘密もいつか教えてあげる。今教えて。まさか D カップ。え、熊ポコ、私見てない。電話番号教えて。いいよ。あ、なんかさ、そちらのチームさんさ、みんなちょろいっすよね。あー、なるほどね。うわー、ギルティーだね、クマポコが。うーわ、怖えわ、女ってマジで。言うんだよな、そうやってな、マジでな。ほんとちょっと尾ひれつけんだよな。ケッツンがかわいそうだわ。ケッツンじゃなかったわ、ギルティーは。クマポコや。こいつ自分から言おったで、E カップって。危ない危ない、ごめんごめん、ケッツン、すまねえすまねえ。お前を疑ってしまった。こっちっす、こっちっす。熊ぼこさん、全然大丈夫よ。熊ぼこさん、こっちっす、こっちっす。え、こいつ家に。こっちっす。人ってバイクで引かれたら真上に飛ぶんだな。垂直飛びするんだな。ガチでおもろい。クマポコ行かれてんだな。俺あまり絡みねえからだけど。
会えなくていなくなっちゃったら。これ見たかなこの前。はい。僕がまあ自分で偉大すぎたとは言わないですけど。いやあなたは偉大です。一人でこうまとめてきた部分もあるので、そのなんだろう。じゃあこれでその一番ちょっと待ってごめんごめん大丈夫ですよ。ちょっと偉大すぎたがちょっとじわじわ。もうそれはそれ談笑の息じゃないですか。まあさ笑っていただいて大丈夫。僕がまあ本当にソスさん偉大だと思う。だって本当マジで今ソスさん帰ってきてあんまりピシッてなってるもん。うん本当に個人も相当多分助かったんじゃないかな。動画？あれ？ああそうだそうだ、影丸さんから送られてきた。そうあれ俺が見せたんだよ。はい大丈夫なんかって。そう、ね、まあ、だから彼にとってセクハラがもうそのコミュニケーションのツールとして確立されていて、それがないと困るって言っちゃってるわけだ。うん、でも別にそこはもう本当に全然私的にはいい。警察内部だったらでしょ。うん、でももう外部まで明らかに浸透してるだろうしな。うん、それそれ町の周知だから、ね、そうですね。で昨日も、うん、なんかあの何だっけな、多分バイオレットフィズの方かな、うん、の女性に手錠かけて、はいはい、えなんか手錠かけて声を上げてくれみたいなこと言ってたりとかしてたらしくて。小声気持ち悪い2連来たな。やばいだろメキちゃん、どうすんのマジでお前。ああおもろい、いいね終わってて。またねやられてんのダルタル、頑張れ。おお1台抜いた。なんでなんでなんでなお前。いや回転間に合わなかったランポな。お前なんでな。多分抜いたっす。どういう、あ抜かれたのか。あそういうことね、そういうことか。ビビったマジで。やんなやんな、そうだよな、焦ったマジ。どうし打ちもどうし打ちでしょ。あよかったよかったよかった、焦った。ちょっとこれちょっと見ていい、俺まだ見てない、これ絶対おもろい。はい、そういうことです。おちゃんからもらった車を爆発した器具を教えてください。自分には勝てませんでした。金玉みてえな髪してな、自分には勝てませんでした。あーおもろい、あーおもろいな庄司さん、マジでほんとおもろいよあんたは。ませんでした。パイパンにして5日目ぐらいの金玉してるもんな。あーおもろい、やっぱ坊主っておもろいよな人の。まあやったことはやったことなんで、もうしょうがないんでもう切り替えましょう。マジでおもろい。はあ死にそう。味あったんすね、そのかかってたけど。そうなんですよ、味あったはずなんですけど、うん、と思うじゃん。はい、ある日、鶏の入ってて、鶏とレモンが入ってるお弁当頼んで、レモンかけて鶏食べたら酸っぱくなくて、はい、あれ酸っぱくないってなって、はいはいはい、あれ気づいたら、鶏の味もそういえばしないと思って、そういえばあれそういえば昨日まで食べてた味どんなだっけってなって、レモンを口に放り込んだら全然酸っぱくなくて、うわーすげえ。あー、はい、レモン丸ごといっても、はい。うん、レモンがね、全然美味しかった。これもきっと想像だったでしょうけど。じゃあ、それまで、じゃあ、その最初に頼んでた、うん、ウーバーのイーツで味わってた味は一体、はい、ウサギさんの想像力だった。この味はこれ、こういう想像力で味してたんだな、おもろいな。何これ、ごくごく。あ、これかはやばい、クソ再生しちゃった。まあまあまあ、ごめんなさい。味と前でリグルかい、ビームしまいかい。オッケー、味と前でリグル。オッケー、さらに聞きます。
構想前です。あ、構想中かこれ。衛生外だったから、なんか大丈夫かなと思って。ごめんなさい。はい。お、さっきのやつだ。大丈夫ですか？え？あなたのその結局あったんだ。ヨメさん危ないです今ここ。なあ、ヨメさん。よかったな。ここ今危ないですよ、ヨメさん。飲みすぎてフラフラフラ。懐かしい。懐かしいフラミンゴ。飲みすぎてなのか。確か飲んでたんだよな、この配信する前に。ああ、もろい。暑からだ。はい、もしもし。お疲れ様です。お久しぶりです。お疲れ様。あのメッセージの方を確認しました。うん。あの会って話すべきかなと思って連絡しました今。うん、会う必要ないよ。本当ですか。うん。なんか今後。じゃね。あ。怖すぎるこれは。いっちゃんまずそうだな。会う必要がない。これガチ切れじゃないの。怖っ。うわー。なんかいろいろあったんやな。怖いね。これガチ怖いね。えぐ？これはグロい。これは。うん。一旦。うん。はい、つくまっていて。何もちょけてんだ。お前何してんだよ。いや、これ怖いね。俺はなおさらちょっと魂貫通でめちゃめちゃ怖かったわ。怖って思って。カナエ君怒ったらこうなんのかなみたいな。はい。誰だ？ギャング、ギャング。ちょっと待って。これ、ちょっとこれ別にいい。あ、もういい。ああ。何臭いですか？なるほどね。いや、なんだろう。うん、何臭いんだこれ。まあ、ボスに似てますね、やっぱ匂い嗅ぐってこと。ボスに似ている。あー、なるほど、そういうことか。まあ、あ、え、あれ、わかんないな。え、何やってた、何やってた。あの、1週間、ここ1週間。いや、それ、炙り出しじゃないですか。もうちなみに分かってるでしょうね。ああ、採掘してましたね。ああ、通りで、ちょっとピッケルくせえもん。頑張ったね。土とか石くせえって言ってください、うん、ちなみに、ランクなんぼだった?2でした。あ、2? あ、じゃあ、あいつだ。OK。いや、ギ分かってるよ、それ。声で分かってんだから、ギル君って。RP してんの、偉いでしょ。うん、偉いんです、僕は。ちゃんと RP やってます。じゃあ意味がわかんない、意味がわかんない。どういうこと、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 どういうこと。ごめんごめん、帰ってきてます。鉄王、ちょっと待って、これパラシュート開いてなくない？鉄王わかんない。鉄王、これパラシュート開いてんのこれ。やばい。どういうこと、これパラシュート開いてる。やばい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 、この落ちる速度はパラシュート開いてない。バカもうもうええって。ヘリで、ヘリで帰国したんかな、多分分からんけど。めちゃめちゃこれ全部サムネにして動画あげた方がいい。ガチおもろいから、これめっちゃおもろいやん。早くこれサムネにして動画あげた方がいい、キルマは。いやこれはスズメさんもぜひとも聞いてほしい話なんだよな。あ、何の話ですか？体調が戻ってきたら話すんだけど。はい、わかりました。もうあのとんでもねえ極悪非道の大犯罪者組織アンブレラがよ、全く許せないやつ。え、そのアンブレラが何かやらかしたってことですか？コントです。あ、この町には極悪非道のとんでもなく史上最低最悪な組織アンブレラがあるからな。怖すぎる。すみさんも気をつけた方がいいよ、アンブレラには。あの赤いスーツを着てるとこですよね。そうだ、赤いスーツを着てるとこだ。お互いに気をつけよう、あの極悪非道組織。怖い、怖すぎる。怖いよ。楽しそう。アンブレラ怖いよ。アンブレラ怖すぎる。すげえ。すげえ。周りのやつがなんかやったんですね。どんな気持ち聞いてんだよ、これ。いや、とんでもないことをしたんだよ。とんでもないことを。そう、とんでもないことを。この多分、周りの二人は。
またやってらっつって思ってんだろうな。郷さんの黒歴史。黒歴史、いや、なんだろうな、メンヘラな女のお客様がいて、ホストやったもんね。仕事中にすごい連絡が来て無視してて、ちょっと家に帰る。ちょっとイノシシやめない？俺話聞きたいんだけど。いると、うん、いて、そのお客様が家にね、家に知られてる。で帰るといて、全然話聞いてくる。あの、うん、流し台でずっと水が流れる音がして、うん、流し台の台所行ったら。うん、包丁で自分の手首切って、でその血が止まらないように流し台に手首をつけていたっていう。ほらや。で警察呼んで親御さん呼んで病院行ってみたいな。グロ歴史。マジで本当にあんのそういうの。やばいな。怖すぎるだろ。笑えねえ。めちゃめちゃ怖い。これは気になる。すぐできるもんなのかが分かんなくて。すぐできると思う。あ、これ前に言っためぐみちゃん。普通構えてるの。あのさ。はい、別に俺ら大丈夫やで、そのデートって言っても。それで。いや、なんで銃構えてるのじゃねえよ。じゃあなんで来たんだよここに。当たり前そうだよな。ちょけてんのか。ちょけてるよな。そりゃそうだ、ギャングの敷地内だぞお前。ちょけてんな。なんで銃構えてるのって思う。聞け男から。横に乗ってる男から。ロッカ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 お前は悪くない。なあ、あの女。ロッカロッカ違う。ロッカロッカロッカ悪くない。もっといけ。悪くない悪くない。もっといけ。あの女何なんだ。やれ。大丈夫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 。やれ。ドク殺せ。ドク殺せ。あ、間違えてる。ドクやれ。ドクやれ。殺しに行け。なんだなんだ。殺せ。ここがどういうところか説明受けてないのか。いや、おもろい。いいね。おもろいな。マジこの人おもろいよな。ノリプロの人。はい。感情つける、うん、そのまんま。行け。あ、ホストか。なんで俺や。いや、表サボロいてくれてるよな、確か。うん、いる。いや、俺が参加してたらそれは話違くなるよ。やりましょうよ。いや、俺がやったら。なんでよ。いや、聞いて。やりましょうよ。聞いて聞いて。私燃えてきましたよ。聞いて聞いて。聞いて聞いて。聞けよ。かわいい。聞けよ。聞けよ。モンディさんを呼びするんで一緒にやりましょう。かわいいな、モンちゃん。聞いて聞いて。聞けよって。これもいくらやろ。これは？わかります？え、待って、いつの？ちょ、お前さ、昨年の出してく、俺初めてだよ。クリップ鑑賞会で昨年って文字見たの。お前ふざけんな。聞くけど。大人になると、楽しめる性から始まる遊び。あ、焦ったね。最低。今でも味するけどさ。古いなこれは。ええって、あまりにも見てきたよ俺たちは。これ、はい、あ、ちょっと待って、渚は俺のこと本当に好き？好きだよ。ジェルクのこともっと知りたいな。ほらほら、俺のこと好きみたいですね。じゃあボイラさんとどっちが好きか聞いてみ。じゃあボイラさんと俺どっちが好き？ちょっとこれ魂言ってこと？それはボイラさんかな。ちょっと待って、AI か。ちょっと待って。AI ね。どういうことだよ。はいはいはい。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。ちょっと、渚。ちょっと投げつけた。渚。どういうこと？AI 彼女か。ごめん、あの裏切り回っちゃうんすか、ボイラさん。いや、ゼル…相談のルールして。ゼルク、ごめん。楽しんでたんすか。いや、ゼルク、俺、渚に会ったことないの、本当に。何やってんの、こいつら。ゼルクは何？まだやってる。ゼルクは、ボイラと知り合う前だったかな。
元彼だよな、ジェルクは。そうそう、ジェルクっていうのを。ジェルクが犯罪者してる姿見てどう思った？びっくりしたけど、なんか納得したところもあった。でもすごいよな、AI すごいわ。もう過去の人間だよね、ゼルクは。もう関わらない方がいいと思う。じゃあな、エスタークそういうことだから。うん、エスタークもそう思う。エスタークもそう思う。じゃあ最後にゼルクにお別れ言って。さようなら、ゼルク。めっちゃ刺さるそれ。うわー、なにこれ。すごいな、怖いよ。俺はもう本当にシンギュラリティは近いぜ、人の住む世界。 AI こんな流暢に喋れるんだな。なんか TikTok でも見たことあるけど、すごっ。静か、早い、怖い、早い、怖い、早い、怖い、死んじゃう。デザラクトエグハよ。あ、まあ EV 車だからか。死ぬ。直線走ってるよ。うん、どんぐらい出んのよ。やばいね、ほんと新幹線。いくー240、50。ダーもうええって、下手なんだから運転。もう高速で走れよ。高速で走ってくれたのが絶対絶対無理なんだから。はい、あの6杯持ってるんで、じゃあ半分の3杯にしましょうか。3杯いきます。3杯いきます。わかりました。じゃあまず1本目持っていきます。はい、持ちます。もう、はい、ミングルさん、あ、飲んで、あ、飲んで、あ、飲んで、飲んで、飲んで、どうしました？すいません、ちょっと1回無線、無線を、無線を、無線、待って、今無線の掛け声が、ごめんごめん、本当にごめん。無線今ま、ごめんね、あ、待ってる、あ、よかった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 、無線の掛け声でさ、一瞬ステイ入ったのかと思って俺止めちゃった。いや知らんけど。飲んで、あ、飲んで、あ、飲んで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 、ゴリゴリ、あ、ゴリゴリ、あ、ゴリゴリ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 、あ、ゴリゴリ、ゴリゴリ、めちゃめちゃ溶けてるやみんな。戻ったりない？戻ったりない？ゴリゴリ、ゴリゴリ。お前、なんか可愛いなこいつ。可愛い。いいわ。うん、ああ、もうおもろ、死ぬ。またやってるこいつは。極論全然ね、遠くから覗いてて出した瞬間に向かってきて撃ってくるもありますからね、全然。あ、まあ、待ち伏せないといけないでもやりようはあるからな。はい、全然。だってそこの草むらに隠れてたら分かんないだろってこれ。確かに。うん、いやー、まあ、ということがあったんですよ。なるほど。あー、怖い怖い、あの、いや、怖い組織だからな、すずめさん。怖い、アンブレラ。この時間だと多分あの脇代とかカレンとかがよくいるから、もしも会うことがあったら気をつけろよ。恐ろしすぎる、恐ろしすぎる。会ったことないんですけどね、カレンって。いや、でもこの時これやりたいだけだろこいつら、マジで。何やそれ。でも魔王でさ、救急隊ビビらせるというかさ、襲撃してほしいけどね。めちゃめちゃおもろそうだけど、はい。いや、そこ落とし、いや、そうだよな、あんだけ長時間な。時間近くかかったんやから。で、また俺話長いとか言われんやろ。しゃあないがな、お前そんなもん。いや、次場合にああじゃない、こうじゃないって言われるんやったら。いや、まあまあそうだけどね。でも話は長いっすよ。でも物語としてさ、そういう風に長尺のセリフをアドリブで言っとるんやから、褒めてよ。いや、そうだよ、褒めるべきなんだよ。どう考えてもその瞬間で、瞬発でそうやってやっとるのマジしんどいんやから。いや、本当にすごいと思う。できる？逆に。特にギャンボスたちはすごいよ。不利なんやから、俺やって短くしたいよ。これもう12時に終わる、12時前に終わりたかったんやから、この話。ああ、おらい、あ、俺なんならもう11時半ぐらいに終わりたかったんよ。いや、ちなみにだよ、俺はもうバンさん、魂のバンダ長介とも仲いいからこれだけ言うわ。話長いよバンス。俺たまにもうこうやって携帯いじっててまだかなって時あるもん。いや、これは仲いいから言ってる、これは。うん、俺そういうバンさんも好きですからね。うん、
これは、うん、いやこれはもう可愛いなっていうあれでもう言ってますからね僕は、はい、全部スペイン語で喋ってるのも書いてあることも、はいはい、確かにスペイン語と思って、ま、あのニャンコスキーに連絡してこれわかる画面鏡で動画見ながら教えてって言って教えてもらってた。カナイちゃんそんなこと言ったらファンが嫉妬して俺のことこあ、はあ、ごめん全部スペイン語で喋ってこれいいクリップだね。おう、尺といいめちゃめちゃいいクリップだわ。えファンが嫉妬して俺のことこあ、はあ、ごめん全部あごめんスペイン語で喋る。嫉妬して俺のことこあ、はあ、ごめん全部スペイン語でこいつる本当に何も考えてねえんだな本当に。あおもろいわマジで頼むよマジで。みんなさもう死んでも言えない俺はかなえかなえなんか町のチンピラみたいな感じだな。待って見た目の話お嬢様上がり の, がりのチンピラみたいななんか老けたね武田マジでお前こいつエグノーリミエグいってまあケッツーは無罪だったか。武田エグいよ。うーん何これ。しかもよくしょおはよう。19日前見てそうだな。声からね、心の声漏れちゃってんの。あ今俺の心の声がだいぶ漏れちゃってて。心の声？そう。うん。俺の声。心の声って。あ？何これ？思ったこと全部言っちゃうみたいな。そう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 。うん、思ったこと全部言っちゃって、はいはい、ちょっと気まずいんだ。ええ Y2 じゃ今好きな人いる？なんかエッチしたいな。おい！みんなおい。おい。おい。無敵すぎやろ。無敵かけたんだわそこの喉。気まずい。こうやってあエッチしたいなでしょ。終わってんな。すごいじゃん。あそういうことか。あこれもんちゃんか。あっておごめん前にそうだよな。前に絶対言わないもんな。もんちゃんだよな。あビビった。あ家にいたのか。あもうダメだ。めちゃ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 疑っちゃった。あ CPT もいたんだ。日本にいるときね。いいね。おもろ。何これ。でももう10時なんだよな。やっぱみんなウェスカさんが好きで、アムレラが好きでみんな一緒にいるから。うん。にゃんこも寄ってるけど。ウェスカさんじゃなかったらみんなついていかないんだと思う。うん。ウェスカさんじゃなかったらここまで続いてないのかもしれないし。だって自分で辞めるっていう人がいないんだもん。すごいよね。そうだね。確かに。アンブレラ。誰一人だって辞めてないんだよ、自分で。自主的にはね、確かにね。それが一番のあれだと思うんだ。うん。ね。俺さ、VCR もうこうだけの話じゃん。VCR 毎回やってて、まあなんか釣りやってじゃない。俺やってたんだよ。もう本当に画面変わらずでさ、実はまあ楽しかった分ちょっときつかった分もあってさ。で5日目ぐらいにさ、すずねちゃんの配信見た。マストぐらいやっててさ、俺もうなんかすずねちゃんというかカルピーの声聞いた瞬間本当に泣いちゃって、持ってないよマジで泣いちゃってさ。あの俺 VCR 毎回泣いてるじゃない。でまあ表で泣いてるじゃない。俺今回裏で泣いた。なんか家に帰ったのかな、その実家に戻った感があったのか、ブワーって泣いちゃって。そうそうなんだよ。俺楽しかった反面ちょっと辛かったのがあったの正直、うん、俺何やってんだろうって多分なったのかな。ちょっと自己嫌悪入っちゃって、珍しく俺泣いちゃったんだよね。俺裏で泣いたわ今回の VCR。
恥ずかしい恥ずかしい本当に。そうホームシックだったのかもしれないな。うん、ありがたいね。じゃあ最後は激おこダーマで締めたいと思います。判断力が高いであろう人間を各部門のポストのトップとして立てることによって、情報を共有し、またトラブルがあった際に意見を交換し合って、適材適所で正しい判断が取れるように、一人の判断で偏った意見にならないようにというふうな意味合いを込めて、そういうふうにお前たちへの信頼で与えた数字なんだよ。うわ、なんか心臓がざわつく、はい、それは与えられてないものもおるかもしれん。お前、うん、ちょっと痛い、心臓が怒られてる。俺もその信頼を一部裏切っとると思わんのかい。そうやな。なんだったらいらねえじゃねえか、そんなの。怖い怖い、失敗してんだ。今今回のも出来事についてはナンバー振ってるやつらがやってんじゃねえかよ。どうなってんだよ、はい、痛え心臓。どうだ、もう撤廃だ。じゃあそれは一旦撤廃するわ。おのんぼせど廃止だ。かしこまりました。意味がない。うわお、がっかりした。弾力が高いであろう人間をうわ言って、やだこれ締めくりペメ。ちょっともう一個だけ、もう一個だけ、もう一個だけ、ちょっとなんかちょっとなんかキュッてなるから、ちょっと待って。あ、これでこれいいや。これみんな見てくれ、頼む。すいません、じゃあこれで締めよう今日、うん、一応心配はしてくれてます、うん、やっぱでもまだ言葉に優しさかったね、うん、うん、最初は怖かったもん。やばかったね、うん、うん、これ締めたいねそうさんの今ちょっと怒られてクリッピングブローメンクリッピングブロー